皆さんこんばんは、広瀬優です。優が負けず嫌いの性格は、まあ、少なからず知っていますよね。で、今回も買ってきちゃいました。それがこちらです。じゃじゃーん、スクラッチです。今回は、ドラゴンボールではなくてワンニャンスクラッチの方です。またスクラッチかーいってね思うかもしれませんが、今回こそ当てたいんですよ。リスナーさんのコメントの中にも、一粒万倍日にお母さんがスクラッチを買ったら1000円から3000円ぐらい当てたっぽいよみたいな感じで書いてあったので、スクラッチでそんなに当たるんだと思って今回このワンニャンスクラッチのルールなんですけども、ちょっと違いますね、前回と。はい、この赤枠の中を全て削ります。で、左側もしくは右側もしくは下の列のどれか一列に同じ絵柄が3つ揃えば当たりだそうです。で、その絵柄に応じて当選金額が受け取れるそうなんですよね。それがこちらなんですけども、この絵柄に応じて当選金額が違います。で、この上にある1頭の猫ちゃんの犬かな、猫ちゃんの絵柄が3つも、左側に3つ揃えば当たりで30万円受け取れるっていうルールだそうですね。で、今回も1枚200円で計10枚買ってきました。6頭から1頭まであるんですけども、前回と同じように6頭は200円、5頭が1000円、4頭が5000円、3頭が1万円、2頭が3万円で、1頭が30万円です。で、ユンの目標は4頭か3頭の5000円から1万円で目標低ってねはい、では10枚削っていきたいと思います。と、その前に、ちょっと珍しいものを見つけたので、じゃじゃーん、見てください、このキンキラキーンの1万円札こちらプラチナ1万円札だそうで、ラスト2枚だったんですよ。これどこに売ってるか、宝くじ店に売ってありました。で、金運アップ効果がある1万円だそうで、見てくださいよ。ちょっと袋から出しますね。じゃじゃーん、光沢がめちゃくちゃあるんですよこんな1万円初めて見たので、ね、お財布の中に入れてたら金運アップ効果ですよね、絶対にこちら500円で購入できたので、ワンコインで手に入れられる商品なので、気になった方はお早めにご購入くださいでは削っていきたいと思います。まず1枚目です。いきます。じゃーん、じゃ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 んじゃんじゃ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 んじゃんじゃ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 、おおお、いい感じいい感じ、お、なんかいい感じだぞ。4頭ですよこれ。 Oh my god Oh my god 違う、次こっちで、ここはねもう当たってないからいいとして、はいはいはい、残念ですね、はい、残念賞です。見てください、当たってませんはい、次いきます。2枚目、おおおおおおお、いい感じいい感じ、あた、いいぞ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 、うーオーマイガー、ふざけんなよ本当。あ、いいね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 、見てください、いきますいきますよ、同じ数字、あ、同じ絵柄、いきます、チッテ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 、はいはい外れはい、次いきます、3枚目、下からいきます、チャン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 、はい、違いますね、はい、全然違う、はい、全然違う、おおお左側、じゃじゃん、いきますよ、はい、違いますね、はい、じゃじゃん、はい、外れ次、4枚目、はい、次こっち行きますよおいいね、
お、いいね、いいね、いいね。あ、じゃあ下のやつは、はい、下の列は違いますね。下の列はちょっと違いますね。はい。で、いきますよ。こっち当たれば、はい、違います。なんか2個までは、なんか、2個までは、2個までは揃うんですけども、ラスト1個が当たんないんですね、これ。ムカつきますね。はい、行きまーす。お、いい感じ。左側の列がいい感じです。左側がいい感じ。お、いいね。行きますよ。左側行きます。せーの。てってってって。お、当たった当たった、あ、5枚目。え、当たったものの、またまた200円。はい。どんだけ。はい、行きますよ。はい、6枚目。真ん中から行こう。じゃーん、ちゃちゃちゃーん、ちゃちゃーん。たーん、たたたたたんたんたたたたたんたんたたたた。どうだろうな。お、ちょっと、いけるか、いけるか、いけるか。お、お、いい感じ、いい感じ。いいぞ、いいぞ。いきますよ。もし、もし、ここが当たれば、1万円。ゆうの目標、目標として1万円が当たる。はい、違いますね。はい。違う。いやー、マジムカつく。はい。じゃじゃん。当たりません。はい、次いきます。7枚目。じゃーん、じゃ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 んじゃんじゃ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 んじゃんじゃ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 。お、お、いい感じ、いい感じ。見てください。お、いい感じです。あと1枚。あと1個で。あと1個で。いきますよ。当たりますよ。ラスト1個、ピュッて。はい、当たりませんね。ムカつく。なんでこんな当たんないかな。はい。あとラスト1、ここ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 当たれば、ここ当たれば、4等が当たります。いきますよ。ここが当たれば4等が当たります。5000円当たるか、てっ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 て、はい、違いますね。はぁ、ほんと。なんか、リーチなんだけど、当たらないっていう、この悔しさ。これ、これ、リーチなんだけど、当たらないっていうね。22なんですけど、これ当たらないっていう悔しさ。もう、マジムカつきますね。マジ、マジムカつきますね。よし、いきますよ。はい。8枚目。もう、もう全部やっちゃいます、全部。もう、全部やっちゃう。はい、当たらないですね。あーもう、あ、ふざけてる、ほんとに。あーもう、ほんとふざけてる。またまたこの22で出てきて、もうふざけてる、ほんと。あ、はい。はい、9枚目。じゃじゃんじゃんじゃん。じゃじゃん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 。じゃん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 。じゃじゃん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 。はい、当たんないですね。はい。投げやり。はい、はい、9枚目。はい、9枚目も。はい、はい。全然当たってません。ラスト1枚です。この1枚にかかってます。このラスト1枚にかかっています。この金運。効果があるのか。いざ勝負。はい、ここ当たってない。じゃん、お、お、いい感じ。見てくださいね。ラスト、この下の列削っていきます。今リーチなのがこの、犬の足跡です。犬の足跡だと4頭ですね。4頭が当たります。4頭だと5000円です。言うの目標としてた。まずはこっちから、こちらから。はい、犬でした。お、こちらも、これが、ここが犬の足跡だと、4頭の5000円です。で、この、猫ちゃんマークだとなんと1頭の30万円です。ドキドキ。ラスト、この一つ削っていきます。てててて、てお、お、てれーてれーちーはい、前回と同じ結果は200円でした。前回のこの200円と今回のこの200円で計400円ですね。お、全然マイナスですね。嬉しくない。
いやー、もう本当当たんないですね。10枚じゃ当たらないってことです。皆さん、結果は証明できました。10枚買っても当たらないということで近々、これを換金していきたいと思いますこの削ってる最中がなんかドキドキ感があってなんか楽しいですよね。皆さんもぜひ、夢の宝くじを買って楽しんでみてください。良いゴールデンウィークをお過ごしください。じゃあ終わります。バイバーイ。